オーガさんに逆らったら死にます。結論で、それが事実か否か?というのが問題。現在の新型コロナウイルスも、その流れで発生しているもの、という気もするが。しかし、民主主義は責任が分散する結果、そういう方向でのそれは何か曖昧だ。最終的には、世界が今まで定理としていた経済、その規定を要求している、わけで、それは果たして現実的か否か?そこには人間の視野範囲では判断しにくい何かが、反逆者というスタンスは、ほぼ絶対に発生する。対立して負けた片方が、負けを良しとするには時間が。それは負けるにせよ、その間に彼らの一部はオーガさんに逆らい、自身らの正義を貫こうとして騒乱を起こし、それは鎮圧されるにしろ。何らかの損害を結論で、彼らに、もたらすのだ。それとしてもあるいは自殺者も出る。